お話をしましょう。竹島について、竹島については、GHQ の、占領下の日本の支援がない時の昭和21年1月18日に、韓国の大統領の首相番が自国の領土にあると一方的に宣言して侵略をしたものであります。これはとんでもないですね。竹島とは、国力の、占領憲法と並ぶ占領下の遺産であります。我が国は、昭和27年の、4月28日のサンフランシスコ平和条約の申請を開始しましたが、占領憲法と竹島という屈辱の核を生産できなかったから、多くの在日都市圏をはじめ、北方領土、拉致、尖閣などの問題が起こったのであります。今こそ講和条約としてしか有効でなく、すでに執行している占領憲法の無効と、その上にある大日本政府憲法の現存を確認して、竹島を取り返しましょう。そのためには、核武装、大日本帝国憲法で合憲な自衛隊、大日本帝国憲法を信じましょう。スプレイコール、侵略国家韓国を許さないぞ。韓国に奴隷が続いてた大戦66年の屈辱を直視するぞ。核武装をしてでも竹島を取り戻すぞ。核武装による日本の、自主独立を実現するぞ。実現するぞ。次はもう一つ竹島ので、竹島の周辺には、豊富な海洋資源とメタンハイドレートなどの海底資源が眠っています。これもマスコミで報道されませんね。これがあれば毎日おいしい魚が食べられて、エネルギーも自給自足ができて、最強かつ最も豊かな国、我が国はなのであります。これほど本日は2月22日の竹島の日に先立ちまして、全国5都市、札幌、新宿、名古屋、大阪、ここそしてここ天津でも、全国一斉、竹島奪還デモを行います。竹島は日本の領土である。これに同意いただける皆さん、ぜひご参加ください。よろしくお願いします。それではお探ししました。以上です。もういいぞ。私自身はいろいろ考えて、はい、お騒がせしました。今から2時半から、ケゴ神社じゃなかった、ケゴ公園のところからこの天神会話を、デモをやります。ぜひですね、参加、希望の方は飛び入りでも結構です。ぜひ参加して、竹島は日本の領土だということを、大きい声で叫びましょう。それから一つだけ、先ほど、松原支部長が言っておりましたけれども、今韓国は本当に肯定比が爆発的に広がっております。330万頭ですよ。皆さん覚えてますか、宮崎？宮崎は20万頭処分されました。10倍です。330万頭の、牛や豚が今殺処分されてます。だけど殺処分の仕方があまりにもずさんで、全然沈静化しません。それが北朝鮮にも流れているというふうに報道というか、私たちは調べております。だけどそれを報道しない、なんでか、ね、皆さんを韓国にやって、韓国からまた肯定兵器こっちに持ってこらせようという腹なんですよ。行っちゃダメですよ。朝鮮半島に今行ったらダメです。韓国でも、北朝鮮でも牛や豚が死んでる、報道されてますけれども、あそこに牛や豚がいるんかいなという感じでしたけどね。ですから絶対に今、朝鮮半島には行かないでください。また韓国人の方々も来るならちゃんと消毒して、入国されてください。私たちは決して人種差別をやっておるんじゃありません。日本が嫌いな朝鮮人、日本に嘘をついて自分の領土だとか、ね、謝罪せよとか賠償せよとか言う朝鮮人が嫌いなだけです。これを忘れないでください。それではデモの方、もしよかったら、参加ください。以上です。
ということで撤収しています。